小諸藩。小諸藩は、信濃国小諸、現在の長野県小諸市に存在した藩。藩庁は小諸城に置かれた。小諸は諸法に通じた交通の要衝であり、戦国時代には武田信玄と上杉謙信による争奪が繰り返された。小諸は武田家支配下では重要基地として、城の防備が山本勘助により強化されたという。また上司も、 九代画廊の小布虎正や、春日が虎綱、高坂正信、内山城代の小山田虎光、小山田正重、親子らが面々が任命された。天正十年、1582年3月、織田信長の公衆征伐で、武田勝頼が自陣した際、信豊は小室城に逃れたが、城代の加そ清式に殺害され、死休は信長に献上された。 だが、信長は死も、曽根の府中を怒って追放する。信長は、小室城を、関東官令、上野国主に任命した、滝川和正に与え、和正は、老いの道や昭恵に二万国を与えて任せた。だが、六月二日の本能寺の変で、信長が王し、旧武田領では、武田家旧心による一揆が起こり、相模の北条氏直は、関東の大軍を動かして、上野に攻め入った。 滝川は迎撃するも、神奈川の戦いで大敗。上野を放棄して6月21日に、小室に戻り、ここに5日間滞在した後、滝川は、銅家と共に、西の小田領を目指した。銅家に代わって、小室に入場したのは、武田の旧審、与田の武であり、与田は、北条氏直の大軍を巧みに、後方格乱して、徳川家康に功績を認められた。ただし、 小室城は、北条家の重臣、大道寺正茂の支配下に置かれ、与田は、小室城を奪回するために、天正11年、1583年に、大道寺に組みする大井行基地の岩尾城を攻撃。この合戦で、与田は戦死し、大井も柴田康忠の説得を受けて解除をしたので、大道寺は、小室から撤退した。代わって小室は、徳川家の支配下となり、 家康より、松平聖を許された、与田新藩の着難、松平広国が六万国で入った。この六万国と、松平聖は、当時の徳川家臣の中では、異例の皇宮であり、家康は戦死した信重とその辞典、信行の功績を認めていたためという。この間に、小室城三層の天守閣築像が行われ、二年間で完成した。天正十八年。 1590年の豊臣、秀吉による小田原征伐で、広国は、北条領の上野に侵攻し、大道寺が守る松井田城を、真田正幸や上杉影勝、前田利家らと攻めた。松井田落城を、石倉城を攻めるが会場の際に広国は、上昇、寺尾様之助に視察された。弟の松平公将が寺尾を殺し、後を継いだが、 戦後に、家康が関東に違放されると随獣し、上野藤岡に所領を与えられた。小室藩の藩祖は、豊臣秀吉の家臣、戦国秀久である。秀久といえば天正4年、1586年の、九州出陣で軍艦として無謀な作戦を主張し、結果として、豊臣軍大敗の原因を作った上、長祖壁信親と、 東郷は理法を戦死させてしまう原因を作り出した武将である。その際、廃山の軍を収集することなく単独で、戦場を離脱したため、島塚田からは三国一の臆病者と罵られ、秀吉に改役された。その後、秀久は小田原征伐で功績を挙げ、天正18年、1590年に、秀吉から品の国小諸五万国を与えられ、翌年に入法した。 秀吉没後の慶長を5年1600年の関ヶ原の戦いでは徳川秀忠率いる上田城攻めの東軍別動隊に属したため戦後も領地は安堵された慶長8年1603年に徳川家康が江戸幕府を開き幕藩体制を開始した結果秀久が小室藩の藩祖となった初代藩主となった秀久は精力的に両国開発を行い 小室城と城下町の発展に寄与した。小所城外閣の堀を掘り、用水を改作した。さらに、中仙道の天馬、打賃の制度を定め、宿場町を整備して、笠取峠に松並木を植えたが、この松は現在も存在して、長野県天然記念物となっている。他にも小室城の改修、城下町建設などに尽力したが、このように、秀久の連年の不駅で、 慶長十五年、千六百十年頃には、小諸の伝授は荒廃して、助軍の農民は一軍長産するありさまだった。慶長十九年、六百十四年、秀久が死去した。あとは、この忠政が継いだ。忠政は、父の火星により、長産した農民を既存させることに尽力した。同年からの大阪の役では、徳川方に組みした。年、 1617年には、各村の終了表示を、神高星から国高星に改めた。元那8年、1622年、関ヶ原大阪の役における、戦国家の功績と忠義により、1万国を加増されて6万国で、那の上田藩へ違法され、小諸藩は一時、廃藩となった。戦国家の上田藩違法廃藩後、小諸の地は、第二代将軍、 秀忠の三男、忠長、が、甲府藩主二十万国の所領として併合された。小諸城代は、八代秀政、西草正吉、与田守忠氏らが務めた。大官は、下たら兵衛、岩波七郎衛門、平岡岡江門が務めた。官営元年、1六百二十四年に、寸府藩五十万国に火蔵で違法される。官営元年、1六百二十四年、 松平の義が、美濃大垣藩より5万国で入った。の義は、初和に中節に、小さ型軍列5千国を分与し、官営年間に、神殿開発、用水路改作、検地、小諸城、本丸御殿の不審を行った。の義は昭法4年、1647年に、死去して死死がなく解役されてしまい、小諸藩は、廃藩となり、天領として、 松本藩に預けられた。松平家は、の吉の弟交将、吉久が、一万国で、伊勢長島藩に違法されて存続した。慶安元年、1648年、大藩党より抜擢された、青山宗春が三万国の大名として、小室に入り、また、信濃国内の一万五千国の天領を預かった。宗春は、老中、青山忠都の息子で、 八重原用水、見陰用水などが作られている。また新田開発植林事業などが、慶安年間に行われた。漢文2年、1662年3月、宋春は2万国を加増されて、大阪城代に転出し、5月に丹波篠の山藩に違法された。この時代に行われた用水路工事は、かなりの難工事だったと伝わる。坂井忠安が、 上野伊勢崎藩より三万国で入った。この忠康は、江戸幕府初期の老中、堺忠世の孫で、同じく老中、大老を務めた、堺忠清の弟である。忠康は、漢文十年、1670年、領内に建知を実施したが、これは、青山時代に治水工事が行われて、神殿開発が進み、再建築の必要性があったためと言われる。だが、 遠方六年、1678年の県地で年貢を増長し、雑税として家、え、窓、妻、板敷家畜にまで処分場を貸し、それらが未納の際には、火災や俵、石臼、農具を没収するという百姓に対して過酷な政治を行ったため、百姓は餓死したり小敷きになったり、領地から調査したりしてついには、領内で領民による一揆が発生した足田騒動。 だが、忠康は、昭夜の訴えを聞き入れず、百姓は、そう決起して幕府に抗訴するも、当時は、中世が、絶頂の時であり幕府は、首謀者を処刑し、遠方7年、1679年に、忠康を、駿河国田中藩へ移法させるという権領成敗を、行って、騒動を沈着させた。この時の忠だの移放を、小諸の民衆は喜び、地獄極楽境。 堺にて、ひなたでてゆく沖、沖上イコール西尾氏は、極楽という楽種が読まれた。堺忠康と入れ替わりで、西尾忠明が2万5千国で入る。忠明は、忠康の失勢を改めようと尽力し、遠方8年、1680年に、領民の心へ、年貢、藩役人の心へなどを定めた、領内ハッを定めた。忠明は、 小室藩の騒動の後始末と地政の安定に尽力したが、天下2年、1682年、ただ明は、東東海横須賀藩へ移放された。西尾た明に代わって、日立小張藩より、松平情勢が2万国で入った。情勢は幕府若年より、総社藩であり、入法した年の7月に17課状の領内制度を定めて、領民統制を細分化して、 知性の基本とした。翌年には、神殿開発に着手したが、上京元年、1684年に死去した。上世の死後はその子、松平上貴が継いだ。上貴は、父の領内発動を受け継いで反省を行い、新田開発を行い、領民の祭礼行事を保護した。元六十五年、1七百二年に、美の岩村藩へ移法された。元十五年、 1702年に、越後国与一藩より、牧野康重が1万5千国で入ることで、ようやく藩主家が安定し、廃藩地権まで藩主を務めた。康重は、本城宗介の四男で、牧野康志道の養子に入った人で、本城氏の一族に連なったので、古代将軍、徳川綱吉の聖母、継承院の義理の老いにあたる。康重には、特別な功労があったわけではないが、 継承院との縁故により三万国の領地が与えられて五万国並みの格式である小室城主に栄転となった。安重は綱吉の重定に当たるため当初から実際は三万国以上の領地を与えられたが格式上一万五千国とされた。嫉妬や批判を警戒したためであろうとする説がある。小室城主に着任後、牧野氏は熱心に神殿開発に取り組み、 約180年間で9000国を増産した幕末の実高、内高ともいう、は3万9000国。小室藩主、牧野氏の出自は、牧野康重の祖父、安成が長岡藩、牧野氏の領地のうち1万国を分与されて、三島郡よいたに陣屋を構えて立藩した、不大局小藩であった。また、小室藩、牧野氏は、 長岡藩の領地と家臣団を分与されたという由来があったため、本藩の長岡から政治上の監督を受け、家風は長岡を見習うこととし、家老人事を、はじめ重要事項は長岡藩の内閣を得る必要があり、その旨の誓約書が長岡藩に提出されていた。小諸に実質3倍の栄転となった牧野氏は、まず家臣団の増員に迫られた。その急言として、 まず求められたのは、古参の足軽50人、同じく中間20人であった。また高崎で浪人暮らしをしていた、上野国沼田藩、佐田岳老士を数人程度、また、品野国の講師や浪人を数人程度、私分として新規主抱えをした。国高、家臣の因数とに比べて、小室城は大きかったため、城下の足軽の多くは長屋に入らず、門戸。 玄関を持つ一戸建ての屋敷を与えられた。これは、諸藩と比較した場合、珍しい例である。教法年間、安ャは、朝鮮通信白井町の迎え場御用、日光祭霊奉行を務めたが、教法七年、1722年11月8日に、死去した。安ャの後を継いだ息子公衆時代の漢方二年、1742年8月1日。 千曲川流域で未曾有の大水害、犬の満水、犬の満水が起こり、濁流が城下へ押し寄せた。三の門が流出した他家屋も多数流出し、歴史を中心に、小諸藩だけでも死者584人が出るという大被害に至った。その後も水害が起こり、時には幕府に救い金2000両を要請するほどであった。また、高天根は、原文年間に、 薬用人参の栽培を開始し、年貢をケミ法から上面法に改め、延長四年1747年には倹約令を出すなどして財政政策に尽力したが、教法十一年1726年と教法十四年1729年に、領内の火事で被害を受けるなど、災害も多かった。コ天アは法、法暦八年1758年に死去した。 三代、高光流の天明三年、1783年、浅間山の大噴火が起こり、共作となった。時の上代家老、牧野八郎左衛門はじめ生が噴火の様子を著述した日記が現存しており、資料的価値が高いとされる。三代、高光流の知性から、その隠居後にかけて、高光流が文化人として、また側室を多く持ちこだくさんであったこと。 旅行好きであったことなどで、小室藩が、最も浪費、放漫罪をした時期であった。過労、牧の八郎左衛門はじめ生は失脚して、平門、原告処分となった。なお、この浅間山の噴火で、小室領内は荒廃して、天命の飢饉が始まり、天命騒動という一揆も起こった。それ以前にも、公光は、奏者番、日光祭礼奉行を務めており、 漢方年間の水害の後始末もあって出費も重なった。天明四年1784年、孔光,光は息子の孔昇に家督を譲って隠居した。第四代藩主、孔昇は天明の基金の復興のために藩政の引き締めを図り、孔登孔、見覚え書きを出した。また、犯罪性補助のため、薬料一万国がつく。 大阪カバンに嘆願して自ら就任した。天明八年、1788年には、倹約令を出し、七十歳以上の者の隠居を命じたりしたが、完成年間に入って台風により、千曲川が大洪水になって藩内は大被害を受け、また小室荒町の大火で大被害を受けるなどする中で、郝登るは、完成六年、1794年1月に死去。第五代藩主。 友は、創者版になったが、わずか六年の在任で創生した。六代、安永は学問家であり、文学奨励し、文化二年、1805年、品野における諸犯に先駆けて、藩校、名人堂を開校した。この犯行では学問の他に、剣術、法術、馬術、創術を必須科目とし、父は義、母は慈子は子兄は友、弟は、今の公共を、 明人堂の教訓として、多くの指定教育を行った。過労、稲垣玄太左衛門正義を改益、取り潰しにした。また、油菜の栽培を奨励したりしたが、文政2年、1819年に隠居した。後を継いだ、安永の弟の安明は病弱で、在任8年で創生。その後を継いだ、後命も病弱で、在任6年で創生した。九代。 高塞は、伊いなお大老派に属していた。創社版、安政五年、1858年に若年寄りなどの養殖を歴任して、直介の懐刀となる。藩政では、植産工業に努め、天保の飢金の際には、被害が大きく、家中の不前を都合して、急場をしのいでいる。また西洋から、首都の医術が伝来したのを見て、範囲を江戸に派遣して、 これを学ばせた。そして天然等で苦しむ領民に強制的に主都を実施した。領民は最初、主党を信用しなかったため、高裁は我が子に首都を実施して、証拠を見せた。主都はその後も実施され、小室藩は全国諸藩に先駆けて首都が2万人以上も実施されたと言われている。財政改革を中心とする反省改革にも着手したほか、 家臣の放牧制度にも切り込んだ。後期縮清も図り、過失と飛行を繰り返す気まったしから、家老の家柄を取り上げた。その他、職務怠慢や酒ばかり飲んでいる家臣は遠慮なく懲戒処分としたり、隠居させた。また庶民に対して、無謀な迷惑をかけた家臣も懲戒処分とした。これらの詳細内容と家臣の生命は、資料として現存している。また、 小諸城下の豪商、小山左在門、柳田五平、高橋平四郎等を特権的承認となし、産業経済の情勢を図ったが、果実を得たのは明治維新後となった。文久三年、1863年に最後の藩主となった、高歳高歳の子の時には、慶応二年、1866年には、小諸騒動が起こる。この時は、 河合嗣之助の朝廷によって解決している。慶応四年、1868年、高裁は、品の岩家において、赤包帯と戦って、これに勝利したが、これが原因で新政府に逮捕された。その後、岩倉智美や、薄い峠の守備などで功を挙げたため、罪を許されたが、直後に、小諸騒動が再燃して、藩内で混乱が続いた。明治元年。 1868年11月9日、新暦12月22日、小室藩主、牧野公塞は、家臣の加藤六郎兵整備、牧野元無場、政権等に騙されて、加藤他4名の残死刑を執行。これを知った、加労一名は、出本という事件が起きて、混乱を極め、統治不能となった。結局、加藤六郎兵衛、牧野元無の謀略は露見して、加藤は、 英金庫、無期金庫、牧の元無場は、家は、平門、本人は金庫、出国後は金止、刀取り上げ、親子兄弟以外面会禁止となったほか、加藤、牧の元無場一派は処罰された、詳細小諸騒動。その後も、両派の確執が続き、自前で第三次を出すことができず、本藩の長岡から、第三次を招平した。藩主、高才は、明治2年、 半赤奉還により、小室藩知事となる。翌年、江西は、十五位した、小室県知事に助せられた。そして、明治四年、千八百七十一年七月、廃藩知県により、小室県となり、同年十二月には、長野県に吸収されたのであった。藩主家は、江西が、公民と名を改めて、家族、死者に列したが、その家督を相続した、江津義は、 再対をせずに子がないまま没した。このため、久下出身の佐賀君かつ、南下の男子、佐賀次郎を、養子、牧野愛と、会長として、かろうじて存続された。現在の小室市中心部のほか、与田信ブとその子、与田広告の上司時代の歴史的経緯から、立品町の足田付近までを領有していた。また神殿開発も行われ、三影神殿は、 小室藩による開発の後、天下2年、1682年の西雄氏保尾市天宝、お牛松平市入法によって五千国の差分が生じた際に、その一部として就行され、元六十二年、1699年からは、天領大官の三影陣屋が置かれた。小室藩の神殿開発として、著名なものとして、小室藩主青山氏の上級家臣であった黒沢氏が、 藩主の天保に随従せずに残留して開発を続けた黒沢神殿がある。牧野氏は新田開発に熱心に取り組みその藩領の実高は幕末には3万9000国となっていた。廃藩地権に際して犯罪政の生産が行われたところ、品濃国内で唯一の黒字であった。全国的に見ても累積負債で苦しんでいた藩が多かった中で、 小室藩は希少である。表高が1万5千国で、実高が3万9千国とその差が2.6倍と、大きく、幕府に対する軍役、参勤交代の行列、交際費などは1万5千国の格式で行えば、良かったことが最大の原因と推察される。ただし、元禄15年に、牧野氏が小室に違法されてから、明治維新まで財政が常に、 順風満帆であったというわけではなく、凶作、千曲川及び、その支流の洪水、江戸藩邸の火災、浅間山の噴火と、その後配などのため、藩士の放禄をカットしたり、幕府から借罪をしたこともあった。また藩省史上、次の4件の不正経理事件があったことが、史料学的に確認できる。微禄の出自で、下級史文に過ぎなかった木村氏は、文政年間に、 勘情法の中間管理職である、勘情法、元締め職に登用された。しかし、文政六年、小室藩江戸藩邸における予算の執行作業に不正、行った、あるいは木村六左衛門の重大な過失により、不正会計処理をせざるを得なくなった。この不正は故意によるものか、重大な過失なのかは、資料を読む限り不明である。本件を伝える、数種類の古文書のうち、 少なくとも一通以上は、木村六左衛門の出現が原因であったとしている。上海内容が、切腹や回帰、取り潰しではなかったので、極めて悪質なものではなかったとみられる。その一方で、役職取り上げ、家の格式降格並びに、持高の原告、及び演座による、親類一同の処罰が行われた。藩主牧野氏の直接、確実な先祖は、室町、 戦国期に、三河国宝藩軍、現、愛知県豊川市の牛久保城主、牧野茂沙が、1525年生まれから1566年没、であり、現、豊橋市界隈まで影響力を持っていた、国人領主であった。当初、牧野氏は、徳川家康の不祖代々の家臣ではなく、戦国大名の今川氏に組みして、三河統一を目指す家康に、 牧師等と共に抵抗していた。A68 年から翌九年頃に強順、もしくは降伏した歴史を持つ。その頃の所領は六千国から七千国であったと、される。牧野氏は、最盛期には、東三河の旗がたる勢力があったとも言われるが、牧野重貞以前の経図は、諸説ふ々で、定説を見ない。家康が天下人の道を歩んだため、牧野氏は、 不代大名となり国替えにより、江戸時代初期には、本藩の長岡藩の他に、市藩を含めて解釈の仕方にもよるがおよそ十万国の領地を持つまでに成長ていた。長岡藩初代藩主、牧野忠明の次男、安成、竹生とも言うが、1634年に、長岡藩領のうち、三島郡よいた、よいたに一万国を分与され、 長岡藩の師藩として立藩した。この時の家臣筆頭は、倉地や自えか直秀であったが、彼は、与田陣屋には、移らず本藩の長岡に帰参した。明歴三年まで藩主は、与田に赴任せず、二十三年後にようやく、与田陣屋に引っ越しした。そして三代目の安重が、品濃小室城に営転したものである。小室藩牧野氏の植生は、 小さな藩であることもあり簡素であったので、過労職、定数3、例外4があったほか、中労職、年寄り役、年寄り衆は存在しなかった。他藩と比較して、容認の地位が重い藩であって、過半の身分を検体していた。原則として3人の容認が常置され、江戸画老、城代画老、国家老をそれぞれ補佐をしていた。 特に一般の読者の目に触れやすい大武官は民間出版の江戸武官を基礎として編集されたものであるが同書には側用人と用人が一括して用人として記載されている。用人と側用人では職権と格式が小諸藩では大きく異なった。藩主の数期に預かり藩主家の家政を騒乱した側用人は用人より2階級以上。 その格式が低く4名から6名程度が置かれていたことが多い。小室藩主、牧野氏では、番頭職に3代以上、就任すると、主文上6の家柄であると、明治新期には、制度上、定められていたので、教義の上級家臣は、番頭以上のものを指すと言えよう。幕末、維新の動乱期を除き、中堅の筋目の藩主が、下半職以上に、 一台の機関で上り詰めたことは一、例に過ぎなかった。保守的な人事を行う一方で、比較的門閥が平均化しており、有能な者が一大画廊に抜擢されたことも珍しくなかった。その反面、過労になれる機会を争って、お家騒動や派閥争いが起こりやすい土壌があった。門閥が平均化した理由の一つとして、過信筆頭。 主席が老を務める家柄であったニヤが自滅したことが大きい。良いた立派に以来の家老の家柄であった牧野八郎在門家が強放期に当主の死後に六神党の党園を養子に立て、相続を願い出るという末期養子としては最悪の形となり、さらに完成期になって末期養子の孫の代に金をめぐる不祥事、不正があり平門、原告となり失脚。同じく、 よいたりずはに以来の家老の家柄であった加藤六郎兵家が、教皇記に末期養子となり、格式を下げたならず、文政記に末期養子の孫の代に、小室行祭りで不用席があり失脚したことが挙げられる。維新の時点で、家老の格式を連綿した絵として、牧野氏、牧野八郎左衛門や、牧野氏、牧野八郎左衛門家の文家、牧、牧氏、 秋キ左衛門や、加藤氏、加藤六郎兵衛や、大田氏があった。廃藩地検の時点で、四分格式128個、卒分格式163個があった。四分格式のうち21個が、上六格式とされていた。戸様五万国、1590年から1622年、1622年から1624年、不代五万国四万五千国、 1624年から1647年。1647年から1648年。不代三万国。1648年から1662年。不代三万国。1662年から1679年。不代二万五千国。1679年から1682年。不代二万国。 1682年から1702年。譜代眼観爪15000国。1702年から1871年。反例太線は実子、細線は用紙を示す。また、太字は半種、数字は周法順を表す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。